いくらいい選手がいても勝てないんだなっていうのはすごく痛感しましたね。いろんなポジションでプレーできる秘訣って何かあったりするんですか？その都度その都度自分に何求められてどういうふうにプレーしたらいいかっていうのを考えてやってたので。海外移籍とかって考えなかったんですか？自分がそこに出てってっていうようなよりはレイソルでもう一回アジアを取ってクラブワールドカップに出たいな。で、あの2005シーズンですけれども、チームは調子が悪くて最下位になってしまい、はい、まあ、最終的にはヴァンフォーレ甲府との入れ替え戦、はい、これはすごい記憶にあるんですけど、はい、チームの状態どうでした？やっぱ良くなかったですよ、うん、結構やっぱり個性の強い選手たちが、うん、多かったので、うん、本当に個人個人見れば、うん、代表に絡んでたり、うん、補強した外国籍の選手たちも、うん、フランサだったり、うん、レイナウドっていうすごく、うん、当時こうレバークーゼンとパリサンジェルマンから来て、うんうん、名前もある選手たちだったですけど、チームとしてやっぱりまとまってはなかったっていう感じですね。入れ替え戦の難しさみたいなものってあったんですか？ただ J1 のチームの方が有利でしたよね一応。でも前の年も入れ替え戦行ってるんですよ、うん、あ、2004年も、はい、2004年は多分自動降格のチームがなくて、うん、2年連続入れ替え戦に行ってたんですけど、うん、1回経験してると言っても、うん、やっぱり全然違うもんですね。うん、アウェーで最初に第一戦負けてしまってたので、うん、ただ十分ホームで勝てる可能性はあったと思うんですけど、うん、ちょっと相手の勢いに飲まれてしまったっていうのはあったと思います、うんうん、戦術バレーでしたけどね。でも他の選手たちも本当に足元の技術もしっかりしてて、うん、0-2 になって1点返して、うん、サッカーそこからっていうのもあるじゃないですか、うん、0-2 から 3-2 っていう展開もよくあるので、うんうんうん、って思ってた相手のキックオフでレイソルの選手誰も触らないでバレーに点取られました。本当に心を折られるような。なるほど。あの時の心境は言葉にならないと思うんですけど、はい、その2004年のシーズンではなんとか持ちこたえて、はい、2005シーズンで、まあ、J2 に降格、これどういう心境でした？やっぱりチームが一つになってないといくらいい選手がいても勝てないんだなっていうのはすごく痛感しましたね。仲悪かったんですか選手同士？仲悪くはなかったと思うんですけど、うん、なんかこう自分たちで上に上がるきっかけをチーム含めて逃した。集団が入る前に連勝して、うん、まあ、今多分レイソルにいる中ではベストだろうなっていう形を見つけられて、うん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 、そこでこうまた新たに選手が入ってきて、そこで少しまたシステムが変わったり、それぞれの役割がまた変わ、また新たに見つけなきゃいけないっていうようなところで、うまくいきかけた歯車がまた狂ったような、それをまた戻す作業をなんか選手たちでもできなかったって感じですね。まあ、そしてチームがまあ J2 に降格して、まあ、主力だった明神さん、玉田さん、まあ、矢野選手、永田さん、加藤さん、主力ほとんどいなくなったって感じなんですか？そうですね、はい。どういう心境でした？みんな移籍しちゃうのみたいな。初めての降格だったのもあって、うん、想像が全くつかなかったっていうのが正直なところで、うん、出るらしいよ出るらしいよとかって聞くたびに、うん、そんないなくなるんだって、やっぱ J2 落ちるっていうのはこうもチームが変わるのかっていうのをすごい感じましたね。そこでご自身は移籍は考えなかった？チャンスだと思いましたね。結構選手も出てって、うん、また新しいチームになるときに、うん、まだ若かったので、うん、やっぱ試合を経験するっていうのが大事だと思ってましたし、うん、何度か J1 に上がろうとか、うん、試合に出たいっていう強い思いを持った選手たちが、うん、若い選手たちが多く残って、まあ、そこの選手たちをもう一度鍛え上げれる石崎さんが監督できたっていうのが、すごくその時のチームにはマッチした感じでしたね。うんうん、まあ、2006年石崎さんが監督就任されましたけど、石崎さんどんな監督ですか？あったかいお父さんみたいな人ですね。お父さん、はい、僕は外から見てるとちょっとこわもてなんで怖いかなってイメージなんですけど、はい、そのあたりはどうですか性格的なところも？いや全然怖くないですよ。怖くないんですか？はい、練習はめちゃめちゃ厳しいですけど、はい、選手とよく会話しますし、若い選手を鍛えようっていうことも好きな人で、うんうん、やってるサッカーっていうのはどんな感じの？とにかくもう前からハイプレスです。現代サッカーの走りじゃないですか相手のゴールキックをもう繋いだら全部つぶはめに行って、うん、
僕その石崎さんで左サイドバックやってることが多かったんですけど、確かに その時期だ、だからだ、イメージがあるのが、僕の前に菅沼みのるがサイドハーフでいて、うんうん、彼が右のセンターバックまで行ったら、うん、僕は右のサイドバックまでずれるんですよ。それぐらいもう前の選手行ったらついていく、うん、でも練習も本当にそういう人を追い越したりするような練習ばかりやってたので、疲労とか半端なかったんじゃないですか。もう早く試合が来てほしかったです練習がきつすぎて、はい、それはでも石崎さんも早く試合やりたいやろうみたいな感じです、うん、あ、じゃあ計算してるんですね、はい、もうでもなんかそういうきつい練習もすごく楽しくみんなにやらせるような、うん、みんな、まあ、文句も言いながらもすごく前向きにアグレッシブに取り組んではいましたけどね。なんかそういうのを聞くと、もしかするとそれが後々の、あの土台になってる可能性ありますよね。プロで長くできたのも、うん、石崎さんと出会ってだと思ってるので、うん、それこそまあ先ほど言ったようにフィジカルを全くやってこなかった人間なので、うん、そこでこうプロとして戦っていく上で必要なフィジカル面をすごくこう鍛えてもらったなと思いますね。あの初の J2 経験してみて、はい、どうでした？違いました？ J1 と J2 で。J1 に比べるとフィジカル的な部分をストロングに出してくるチームも多かったり、うん、当時はすごくこう外国籍の選手のレベルも高くて、うん、まあ、レイソルにフランサいて、もうフランサとか J2 とかありえないもんね。ディエゴ・ソウザいて、あ、ディエゴ・ソウザ、レイソルはその3人がすごくやっぱセンターラインで核になってましたし、うん、あの2006年の12月2日湘南戦で昇格が決定するんですよね、はい、この時怪我をしてスタンドから観戦だったと思うんですけど、昇格決まった時どうでした？いや、嬉しかったですね、うん、やっぱりこう主力が大量に抜けて、うん、若い選手ばかりで厳しいんじゃないかって思われてましたし、うん、まあ、あとは石崎さんもギリギリのとこで昇格を逃してたっていう監督だったので、うんうん、石崎さんにとっても初めての昇格で、最後神戸と多分争ってたんですけど、うん、3位だと入れ替え戦に回るので、うん、ずっと神戸の試合経過をチェックしてました、スタンドで見ながら、はい、そして2007年 J1 に復帰されて、ほとんどが左サイドバックで出場したんですか、はい、いろんなポジションでプレーできる秘訣って何かあったりするんですか？とにかく考えることをやっぱりメインでやってましたね。うん、そのポジションだった時に、うん、まあ、石崎さん、僕は1試合の中でウィングバックとトップ下と、うん、最後試合終わる時リベロを、うん、で1試合で3つのポジションやらせてもらってたりとか、うんうんうん、その都度その都度こう自分に何求められて、うん、どういう風にプレーしたらいいかっていうのを考えてやってたので、うん、僕にリベロやっても僕にヘディングで勝てとか、うん、っていうよりは他の選手がアプローチした背後をカバーしてほしいとかだったので、うん、なるほど。石崎監督からは信頼を感じてた？そうですね、もともとこう、まあ、それはなんか話で聞いたんですけど、うん、左サイドバックやらせた時もキャンプはずっとボランチやってたんですよ、うん、でも石崎さんがこう取ってきた山根岩尾さんがいて、うんうん、でアルセウっていうブラジル人ボランチがいて、うん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 、でもどうしても使いたいっていうのを考えてくれてたみたいで、うん、ただボランチはこの2枚が今いるから、うん、どっか他ないかっていうところで、お前左サイドバックやったことあるかって練習、うん、本当開幕1週間ぐらい前の練習試合で言われて、うん、いや、ないです、うん、まあでも今日ちょっとやってみてくれみたいな、うん、でやったら15分ぐらいでよしできるなってっていう感じで左サイドバックもスタートしたんで、2008年から23歳ですよね、はい、でキャプテンマーク託されて、これなんか言われたんですか、キャプテンになるにあたって？そろそろキャプテンやれやって言われましたまあその時話したのは、まあ南さんがキャプテンキーパーでやってた、うん、ゴールキーパーの、はい、ただフィールドでこうキャプテンを置きたい、直接選手にフィールドプレイヤーに近い選手にも伝えやすいから、うん、っていう考えがあってっていうのは聞きましたけど、うん、僕より年齢が上の選手たちは本当に多くいたので、うん、やりますと言ったもののどうしようかなと思いました。どういうマネージメントしてたんですか、そこで？ただとにかくいろんな選手とまずはコミュニケーションを取ろうとは思いましたね、うん、その中で自分が多分至らない部分は南さんとか、うん、北島さんとかが陰でしっかりサポートしてくれて、うん、で南さんにもこう自分らしくやればいいんだよっていう風に言ってもらえて、うん、すごくこう救われたのは覚えてますね、うん、
やっぱその先輩に対してもキャプテンとしてこう言わなきゃいけないシーンとか、そういう時はどうしたんですか？もう割と言いやすい人たちも多かったですね岡山さん言われてますよ皆さん岡山さんとか岡山さんとかなんか僕に言われることになんだよみたいな風に思うような選手たちじゃなくて、うん、僕がやりやすい環境ではあったと思いますね。まあそれももしかしたら石崎監督が見越して、まあそれはあったかもしれないですね、っていうのもあるかもしれないですけどね、はい、でそこから2009年ネルシーニョ監督が来ますよね、はい、これネルシーニョ監督どんな監督ですか？とにかく勝負に対して、うん、徹底的にこう勝つことにこだわる監督ですね。うん、鬼軍曹みたいなイメージがやっぱ外から見てる人たちはあるわけですよ、はい、でもなんかそのファミリー感みたいなのがあるのかなって今思ったんですけど、そうですね、やっぱり組織が一体となって勝利を求めるっていうのはレースに関わる選手、チームに関わる全員のことはすごく気にはしてますね。なんかすごく冷徹だイメージがあるんですけど、そうでもない、自分がこうって決めたことに対して外れていく選手に対しては結構やっぱりそういう部分ありますね、プロフェッショナルとして、はい、うん、サッカーに対する熱意っていうところはものすごくやっぱり熱いもの持ってますし、うん、それがこう、まあ、年々増してるんじゃないかって思うぐらい、うん、あとはこう選手をまあよく見てますね、うん、調子のいい選手をまあ逃さないというか、うん、そこに対するこう使う躊躇もないですし、うん、決断力っていうのはやっぱり監督にとってすごく必要な要素なんだなっていうのは見てて思いました。前の試合で好調だった選手でも、はい、その週次の週の試合までの間のトレーニングが良くなければ外すんですよね、はい、そうです。試合前々日にセットプレーの練習したんですけど、うん、そこまで本当にメンバーが分かんない、めちゃめちゃ手応えのある試合で前の試合勝とうが、うん、紅白戦悪かったら、うん、スパーンってただまあそこでもう一度練習でいいプレーしてればまた使ってくれる監督なので、うん、競争がそうですね、はい、正常に働いてる、はい、っていうそういう状況なんですかね、はい、へえ。紅白戦とかもすごいピリピリしてましたね、みんな。ああいいかもしれないですね。練習は本当に競争し合って、ゲームになったら一つになってまとまって、みたいな、その辺はすごくマネジメントうまいなっていうのは思いました、ね、そのネルシーニョ監督、まあ本当に名将と言われますけれども、2009年にただ2度目の降格をしますよね、はい、この時の状況であったり心境みたいなものはどうだったんですか？なんか最後の最後まで監督自身もこう選手の適性があんま分からなかったり、うん、どの選手がどこが一番ストロングを出せるのかっていうところを見つけるまでにやっぱり時間かかってしまったっていうのはすごい感じましたし、うんうん、ラスト4試合でもう負けたら終わりっていうところでようやくこれだっていうのはちょっと見つかった感じでしたね、うん、そして2010年 J219 試合連続で無敗、これはとんでもない記録だと思うんですけど、圧倒的な強さ J2 で優勝するわけじゃないですか、はい、なんでそこまで強くなったんですかね。ピッチに立ってた選手だけじゃなくて、うん、チームみんなが勝てなかったことに責任感じて、うん、なんとか1年でっていうように、うん、ほとんどの選手が残ったっていうのがまず大きかったと思いますし、うん、まあ、そして J1 昇格を果たした2011年、もうこれあの圧巻の強さだったじゃないですか、はい、J 史上初ですかね。そうですね、 J2、はい、J1 の連続優勝、 J2 から上がって J1 で優勝するって当時はそんなのないでしょって思ってたんですけど、はいはい、なんであんな強かったんですか？なんか勝つことに慣れてたっていうのありますね。 J2 で90分こうやって戦ってたら勝てるよねっていうような形がチームの中で見えてて、うん、その中でこういい形であとはスタートダッシュができたっていうのが大きかったですね。やはりあの J2 から昇格したチームって基本的には残留をこう目標にしたり、はい、まあ上位で争えたらいいよねっていうところがあると思うんですけど、はい、目標設定ってどこに定めてたんですか？いやでもそんなに上じゃなかったと思いますよ。優勝を目指すっていうことではなかった、はい、まあ、その年からジョルジュ・ワグネルが来て、うん、彼をこうサイドハーフなのかサイドバックなのか、うん、
日本のサッカーが初めてすごい真面目な選手なんですけど、うん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 、どっちが合うんだろうってこう多分監督も考えている中で、うん、最終的に多分まずはサイドバックでちょっと日本のサッカー鳴らせようっていうのもあったり、うん、でも来た当初は何がすごいのか全然分かんなくてだから結構ネルシーの監督って、うん、こうスモールゲームとかやってもタッチ制限するんで、彼すごくこうドリブルが速かったり、うんうん、割とボールをタッチするじゃないですか、うん、だからあんまり分かんなくて試合の中でみんながあれこいつやべえって急に気づく、はい、試合中にそういう仲間が、ね、いるとボランチからすると頼もしいですもんね。頼もしいですね、まあ、預けとけばいい、とりあえずただなんかそれも、まあ、僕はすごく引き出してもらったと思いますけど、うんうん、練習とかでもずっとこうやってんですよ、ボールよこせって、うん、で出さないと怒って、うんうん、なんで出さないんだみたいな、うん、でも僕と彼の間に2人いて、うん、出せないと、うん、こうやってあ浮かしてくりゃいいだろうみたいな、でなんかちょっとイラッとしたんで、うん、彼があんまりスペースない時に思いっきり出したんですよ、うん、すっごい綺麗にターンしてナイスボーって、これはちょっとやっぱ物が違うなっていう、すごくそのなんか狭いところでもやっぱり彼の中では見えてて、うん、入れてさえくれれば、うん、ビジョンがあるっていうのも分かったので、とにかくこうそこどういう体勢でも彼がフリーだったらもう入れるっていうのは意識してました、ね、厳しい局面でも、はい、まあ、そしてあの優勝した流れでクラブワールドカップに臨むじゃないですか、はい、ネイマール率いる、はい、サントス、はい、どうでした？調整してたなって感じでした、ね、サントス、はい、ネイマール自身が、はい、まあ、レイスルでどこっていう感じで、うん、サントスは本当に僕らで調整して、うん、決勝のバルセロナにっていうような感じをやってても感じましたね。なんかネルシーニョ監督が言ってることの、うん、まあ、その時点での最高レベルが彼らなのかなっていうのは思いましたね。何か複雑なことをやってくるっていうよりは、うん、基本的な技術が全員高くて、うん、守備してる中でいやらしい位置を立ってくるっていうよりは、うんうんうん、個人個人の能力の高さでそれを剥がしてしまう、シンプルにやっぱプレースピード判断の速さとか、うんうんうん、個人個人のやっぱ技術の高さっていうところで打開してきたり、うん、何人かのユニットとかで攻略してくるっていうイメージはあんまりなかったですね。その対戦して、まあ、やっぱりネイマールが取り出されると思うんですけど、実際にマッチアップしてみてすごかったなって選手います？これ10番の元祖、元祖マッチアップする機会やっぱ多かったので、うん、ただやっぱり彼は身長も大きくて、うん、大きいですね、やっぱりボール持った時の懐がとにかく深いで、左利きっていうところもちょっと取りづらさがあって、うん、取れないっていうより突っつけないっていう感じでしたね。そこはあまりやっぱ J リーグじゃ感じなかった感覚、やっぱりマッチアップする機会が多かった元祖はすごくこう衝撃的でしたね。そんなあの柏レイソルの黄金期があったと思うんですけれども、まあ、リーグ優勝以外にも天皇杯12年に優勝して、はい、ナビスコカップも13年、はい、優勝してますよね。このレイソルの黄金期気づけた要因って何だったんですか？まずネルシーニョ監督がチームをやっぱり真面目にマネージメントするのがすごく上手だった部分と、うん、外から来る選手たちも、うん、レイスルに来るときにタイトルが取れる可能性があるから行くっていうような気持ちで来てくれてたので、うん、そこも大きかったし、やっぱりこうタイトル一つ取るとやってる選手も、うん、はい、まあ、僕もなんか一回取ったら満足するのかなとか思ってたんですけど、うん、やっぱ人間って欲深いというか、うんうんうん、タイトルをもう一回取りたいっていう思いがやってる選手も強かったので、うん、すごくいいサイクルにチームとして選手のいる年齢含めて入ってたっていうのはあると思います。すごく大谷さんのこうパフォーマンスがこう徐々に上がっていき、2010年とか11年とか J リーグの中でもトップパフォーマンスを出していたと思うんですけど、海外移籍とかって考えなかったんですか？いや海外考えなかったですね、一切。はい、でも2011年やはりこうクラブワールドカップやって、うん、海外のチームとやるのはすごくこう楽しかったですし、うん、自分が成長するなっていうのは感じてはいましたけど、うん、代表に入ってる選手たちが海外に行くっていうような
なかなか自分がそこに出てってっていうようなよりはレイソルでもう一回アジアを取って、うん、クラブワールドカップに出たいな、それを目指して戦いたいなっていう風な思いを持ってましたね。2015年、まあ、予備登録かもしれませんけれども、はい、30歳にして初めて日本代表候補に選出されますよね、はい、この時のお気持ちどうでした？特に何も思わなかった。何も思わなかった、はい、まあ、自分がどうすることもできないことに力は注がないですね、うんうん、圧倒的なものがあれば誰が監督でも選ばれるじゃないですか、うん、そうです。だから選ばれないっていうのは自分に力が足りないだけで、うん、その監督が選びたいとか使いたいとかって思うパフォーマンスを出せてれば、うん、まあ、自然とそうなる、うん、あとは本当に圭太さんはじめ近い年齢のボランチの選手に優れた選手が多かったっていうのもあるとは思いますけどね。一番印象に残ってる試合ありますか？やっぱり優勝した試合ですね、サリスターの。あれは痺れましたね。あの大谷選手にとって柏レイソルってどんな存在ですか？家みたいな存在ですし、あとは柏レイソルに育ててもらって地元にずっといて、それに対する恩返しっていうところをやりたいなっていうのを思ってます。